日本を下に見る中国人 MC がビリー・アイリッシュの想定外の言葉に凍りつき、世界中が注目しました。2016年に初のアルバムをリリースしてから、わずか3年で世界の歌姫となったビリー・アイリッシュ。大の親日家として有名な彼女ですが、中国のテレビ番組でのとある質問にこう答えました。中国が日本に勝っているところってあるの？中国は日本よりも勝っていると自信を持っていた中国人 MC は言葉を失ってしまいました。ビリーは中国人 MC の質問に対し、一体どのような回答をしたのでしょうか。今回は中国のテレビ番組に出演した際の中国人 MC とビリーのやり取りを海外の反応と合わせてご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。ビリー・アイリッシュが明かす日本への特別な思い。2001年、ビリー・アイリッシュはアメリカのロサンゼルスで誕生しました。彼女の父は映画アイアンマンに出演した俳優です。母は俳優兼作曲家。エンターテインメントの際に恵まれた夫婦のもとに生まれた彼女は両親の才能を受け継ぎ、物心ついた頃には作曲をし、11歳から音楽活動をスタートしました。2016年にはオーシャンアイズをリリース。その後も熱心な音楽活動を続け、わずか3年で人気のアーティストランキングトップ20で2位まで上り詰め、世界に認められるアーティストになりました。さらにデビューアルバムは全英アルバムチャートとビルボードでトップを獲得。彼女はアメリカとイギリスでアルバムの売り上げ第1位を獲得した最も若い女性となり、2000年代生まれの若者として快挙を成し遂げたのです。ここまでの経歴を見ると、ビリーは20代前半とは思えない実績を持っている素晴らしい女性で、遠い存在のように見えます。しかし実は大の親日家で、私たち日本人と距離が近いアーティストということをご存知でしょうか。世界的に人気のアーティストで、いろいろな国を見ているはずの彼女ですが、その中でも日本は大のお気に入り。仕事の都合で世界を飛び回りながらも、合間に日本に観光へ行くほどなのです。またビリーはジブリアニメが好きで、新作は絶対に見ていると公言しています。また彼女は日本のアニメセーラームーンのキャラクターが描かれた T シャツを着た写真を SNS に投稿したこともありました。しかし彼女はまだ日本の魅力に取りつかれる前、同じアジアである中国も日本と同じような国で、そこに住む人々も似ているのだろうと思っていたそうです。そしてある時、中国のテレビ番組でインタビューを受けた彼女は、実際に中国と日本に訪れてみたけど全然違って驚いたわと何の気なしに話しました。中国人 MC はビリーに対し、中国人についてどう思っているか質問をしました。ビリーはしばらく目をつぶった後、昔の話をし始めたのです。私がまだ子供の頃の動画が流出したのを知ってる？それがアジア人を侮辱しているとして炎上したことがあるの。アジア系の人をチンクという別称で呼ぶ動画を10代の頃に撮ったことがあって、その動画が SNS にアップされて中国で大炎上してしまったの。その動画はどういう意図で撮ったんですか？アジア人をけなす目的だったのでしょうか？ビリー・アイリッシュ、中国での苦い経験とその裏側。いいえ、チンクという言葉がアジア人をけなす言葉だと知らずに撮影していたの。アジア人を表す何の変哲もない言葉だと聞いて、歌に合わせてチンクと言っていただけ。自分で言葉の意味を調べていればこんなことにならなかったのに、と後悔したわ。知らなかったとはいえ、アジアの人々を傷つけたことを深く反省し、 SNS を通じて謝罪をしたの。10代の頃でまだまだ言動が軽率だったから、なんて言い訳にしかならないわよね。炎上した当時のことを思い出して語った彼女は、悲しそうな顔をしてうつむいてしまいました。場の雰囲気が暗くなると、インタビュアーは慌てて話題を変えました。若い時にいけないことをしてしまうのは仕方がないですよ。今意味を知って申し訳ないという気持ちがあるのなら、あなたは素晴らしい大人に成長しています。いろんな人にそうやって慰めてもらったけど、まだ誹謗中傷されているの。特にずっとひどい言葉を言ってくるのは中国の人々ね。謝罪してから1年経ってもずっとよ。中国では私の作品の不買運動が続いていて、私は中国では変装をして街を歩いているの。中国ではチベット問題やウイグル弾圧が社会的な問題になっているのを知ってる？
そういう問題からは目を背けているのに、私のことを貶める活動の方が活発的になっているように思うの。だから私の存在がバレてしまったら身の危険を感じるのよ。私は彼らのことを意図的に傷つけたわけではないけど、結果として傷つけてしまった。でも中国の社会問題を見ていると、彼らには人権問題を非難する資格があるとは思えず困惑しているわ。なるほど、確かにそう言われてみるとそうですね。では人権問題から離れてみましょう。中国国内を観光したことはあると思いますが、国内の雰囲気はどうでしたか？中国は長い歴史があり、中華料理も好きだから楽しみにしていたの。でも実際に行ってみると中国のいいイメージは全くなくなったわ。私はマネージャーと一緒に北京に行ったんだけど、そこでタクシーを拾ったの。車内では運転手がニコニコして話しかけてくれたけど、私は中国語がわからないから英語で話したわ。国際空港の近くにいたタクシーだから英語が通じると思ったんだけど、その運転手に英語は全然通じなかった。早口の中国語でずっと話し続けるからとっても困ったわ。どこの国に行っても国際空港近くのタクシーならだいたい英語は通じるから、こんな経験は初めて。仕方がないから翻訳アプリで目的地を伝えるとようやく出発することができたわ。でもそのタクシーは遠回りをして目的地に行こうとしていたの。私たちは目的地までの経路を事前に調べていたから、このタクシーが距離を稼ごうとしているのがすぐに分かったわ。だから抗議したのだけど、英語が通じないし運転中に翻訳アプリを見せることもできないから、結局15分くらいで着く場所に1時間もかかった。しかも運転は荒々しいから車酔いをして、私たちはヘトヘトに疲れてしまったわ。料金はもちろん走った分まで請求されて散々な思いをしたの。中国を驚かせたビリーの発言。それはひどい経験をしましたね。さすがに私たちは黙っていられなくて抗議をすると、あのニコニコしていた運転手の顔がみるみる怒りの表情に変わり、中国語で激しくまくし立ててきたの。話にならないからホテルのフロントに助けを求め、タクシー運転手と代わりに交渉してもらったわ。交渉は成功して、遠回りして走った分の料金は払わなくてもいいことになった。でも今度はホテルのフロントが、交渉してあげたのだからチップをと要求してきたの。中国人ってお金にがめついし、アメリカ人よりも感情的な人種だと感じたわ。こんなに常識がない国は初めて。中国人 MC と会場の人々は彼女の話に同情しつつも、どこか納得がいかないような表情をしています。ここで中国人 MC が会場を沸かせようと次の質問をしました。お隣の日本にも行ったことがあると思います。日本は中国に勝っているところがない国ですが、日本はどうでしたか？それに日本人もあなたの炎上事件について怒っている人が多かったんじゃないでしょうか？ビリーは MC の質問を聞いて驚いたように目を見開いて答えました。中国が日本に勝っているところってあるの？私は日本人と中国人は最初は似ていると思っていたの。でも実際に日本に行ってみたら、彼らは中国人とは全く違うことが分かったわ。彼らは価値観や考え方が中国人と全然違う。私の炎上事件について知っている日本人も多かったけど、中国人と比べて文句を言う人はほとんどいなかったわ。謝罪をした時、中国人は全然許してくれなかったけど、日本人からは励ましの言葉がたくさん寄せられた。まだ10代の頃の私でも日本人の器の大きさを実感できたわ。同じアジアの国の人なのに、こんなに人間性が違うんだってね。日本人は他人を尊重できるし、謙虚な人間性がとても素晴らしいと思うわ。彼女の言葉に中国人 MC は凍りつきましたが、中国が日本よりも勝っているところを答えられず、質問を続けることにしました。ビリーさんは親日家として有名ですが、なぜ中国よりも日本が好きなんでしょうか？日本への愛と中国との決定的な違い。日本が好きになったきっかけは、日本のアニメやジブリ映画よ。独特な世界観や面白いストーリー、魅力的なキャラクターが好き。特に気に入っているのが、千と千尋の神隠しよ。映像がとっても綺麗で、雰囲気が抜群。結構昔の作品だけど、未だにたくさんのファンがいるのも納得できるわ。私はその映画に出てくるハクという少年に恋をしたわ。
アニメのキャラクターに恋をするなんて相当魅力的なんだと思わない？私の心を奪うほどのキャラクター作品を作り上げた日本人に感謝しているわ。こんなに素晴らしい作品を作る日本人は一体どんな人たちなんだろうと気になっていた時、たまたま日本の音楽番組への出演オファーが来たの。ネット上では炎上事件を叩いている日本人はいなかったけど、正直最初は日本に行くのが怖かった。でも日本の皆さんは私を温かく迎えてくれて、過去の過ちなんてなかったかのようにそれについては触れず、ただただ私の音楽を楽しみに待ってくれていたの。それがとても嬉しくて、私の心を穏やかにしてくれたわ。おかげでその後の日本観光は心から楽しめたわよ。2024年にニューアルバム Hit Me Hard & Soft をリリースしたビリー。このアルバムは千と千尋の神隠しから影響を受けたと本人が明かしています。アルバムの中の千尋は千と千尋の神隠しを引用したものなんだとか。でも劇中で千尋の両親が豚になってしまうシーンはビリーのトラウマになっていて、今でも怖いと感じているそうです。ビリーは大好きなジブリ映画の話をするうちにどんどんヒートアップ。中国人 MC はどうにか話題を変えようとビリーを遮るように質問をしました。それは良かったですね。日本の食事はどうでしたか？中華料理と比べるとかなり地味な料理ですが。日本食は確かに少し地味かもしれないけど、その繊細さが魅力的なのよ。それに日本食の中にも華美なものはあるわ。私は海鮮料理と天ぷらが特にお気に入りだった。日本の本物の海鮮料理は中国では絶対に味わえないもの。中国の日本料理屋で食べた海鮮料理は生臭かったけど、日本で食べたものは全然匂いがなかったし、天ぷらはサクサクで軽い食感が良かったわ。中国で食べた日本料理は揚げ物は衣が重たくてベタッとしていて胃がもたれたことがあるの。中国にもいい日本料理屋はありますよ。ハズレを引いてしまっただけでしょうね。それで日本観光はどこに行きましたか？中国出禁後も揺るがないビリー・アイリッシュ、日本への深い愛。愛知県のジブリパークに行ったわ。そう答えたビリーでしたが、中国人 MC はジブリパークがどんなところかわからなかったようです。ジブリパーク？そんなところ知りませんね。どんなところなんですか？ジブリの世界観を表現した公園よ。大きなアトラクションはないけど、作品に登場する建物やモチーフのものがたくさんあるの。ジブリ好きならワクワクする場所よ。公園内にはたくさんのジブリに関連するものがあるから、どこに行こうか迷ってしまったわ。一日では回りきれないから、また行きたいと思っているの。中国の話題の時には見せなかった明るい表情を見せるビリー。中国人 MC は、中国の話題はつまらなそうでしたね。今は楽しそうですが。とツッコミを入れると、ビリーは思った以上にはしゃいでいた自分に気がついたのか、恥ずかしそうに照れ笑いを浮かべました。大好きな日本の話だからついたくさん話しちゃった。まだ話したいことがたくさんあるけど、これだけは言わせて。日本は世界一の最高な国よ。海外旅行に行く人は絶対に日本に行って。世界の歌姫ビリー・アイリッシュが日本と中国の話題を語ったこの中国のテレビ番組は、ネットユーザーの間で共感の嵐を呼びました。しかし中国人には不評で大激怒した彼らは、ビリー・アイリッシュを金輪際中国に入国させるなと過激なコメントを寄せたのです。実際中国で決まっていた仕事がなくなり、ビリーは中国に事実上出禁状態となってしまいました。このインタビューの後からビリーに対する誹謗中傷が中国人からたくさん寄せられています。しかし彼女は毅然とした態度で誹謗中傷をものともしていません。私はアジアでの仕事は日本でするから大丈夫と話しており、今後はアジアでの活動は日本を中心に行うものとみられます。自分を誹謗中傷した国のテレビ番組で堂々と大好きな日本の話をしたビリー。もちろん日中の関係を知らなかったのでしょう。外国人から指摘された自国の反省すべき点を反省するどころか、その人を攻撃してしまう中国人たち。ビリーのように中国人の逆鱗に触れ出入り禁止になった有名人は数知れずです。しかしこうやって気に入らないものを排除し続けるだけでは、中国はいつか世界から孤立してしまうことになるかもしれません。
自国の力を見せつけるだけでは世界の国々とうまく渡り合うことは難しいのです。中国人たちのこういった振る舞いは反省し改める必要がありそうです。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーからたくさんのコメントが届いていますので、その一部をご紹介します。僕も正直、同じアジア国なら雰囲気も国民も似ていると思っていたよ。でも中国と日本に旅行に行って全然違うって思ったよ。日本人は穏やかで優しい人が多い。街も清潔で癒されたな。中国にも優しい人はたくさんいるけど、癒しを感じるという感じではないんだよね。癒しを求めるなら日本に行くべきだと思う。日本と中国は比べるまでもなく日本の圧勝よ。日本人の他者を思いやる国民性や平和を好むところは世界中が見習わなきゃいけないことだと思うもの。日本をお手本にすれば世界中から戦争がなくなり平和な世界になると思うわ。ビリー・アイリッシュの炎上事件のことは知ってるよ。すぐに謝罪をしていたけど、中国人からは未だに誹謗中傷されているんだってね。確かに彼女はひどいことを言ってしまった。謝罪してもそれを消し去ることはできないけど、日本人はとても広い心を持っているから許してくれた。中国人にはなぜそれができないのだろうか。日本は中国の文化をパクって出来上がった国だから、中国に勝つことはできない。穏やかな性格が好まれているようだけど、彼らはただ単に臆病だから何も言えないだけに違いない。僕も日本のアニメが好きだよ。ビリー・アイリッシュはいいところに目をつけたね。世界中でアニメは作られているけど、日本のアニメは別格だ。映像がとても繊細で綺麗だし、他の国には到底作れない表現の仕方やキャラクターが魅力的なんだよ。もしアジアに行く機会に恵まれたら、絶対に日本に行きたい。いかがでしたか？ビリーのように日本を愛してくれる外国人は数多くいます。そして彼らの多くは、日本人の優しさや真面目さ、規律正しさに驚きます。さらに日本人特有のホスピタリティもまたアジアの他の国々とは一線を画すのでしょう。それは公共サービスだけでなく、ビリーが愛するジブリ映画のようなエンターテインメントの世界においても、人々を楽しませたいという日本人のこだわりとして現れるのです。世界から称賛される日本人の規律を愛し、人のために尽くす文化をこれからも世界中に発信し続けていきたいものです。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。